簡単にいつもの食事をダイエットフードに変える、魔法の調味料をお伝えします。あなたは普段、こんなことないですか？テレビで見たダイエット方法、雑誌で見たダイエット方法、もうたくさんありすぎて、もうどれからしていいのかもわからない。そこで今からお伝えするこのお話は、いつもの、召し上がっていらっしゃる食事にですね、あるものをちょい足しするだけで、みるみるうちに、ダイエットフードへと、変えることができるんです。その、具体的な調味料と食べ方、召し上がり方の量ですね、そういったことを今からお伝えしていきますね。では、その使う調味料とは黒酢です。私は黒酢をおすすめします。黒酢がないという方は、別のお酢、ビネガーでもいいんですけれども、黒酢がですね、やっぱダイエットには向いていると思います。でなぜこの黒酢が調達するだけで、ダイエットフードに変える力があるのかということなんですけれども、黒酢がですね、低 GI 値食品だからなんです。この逆が高 GI 値食品なんですけれども、これは何かと言いますと、その食べ物を食べてその後のですね、血糖値のその上昇する指数なわけです。例えば、食べてすぐ血糖値が上がってしまうもの、甘い、お菓子であったりとか、パンとかパスタとかですね、炭水化物系です。そういったのを食べるときって、あなたの血糖値がですね、急激にこう上昇してしまうわけです。そうすると何が起こるかというと、体の中で糖分が脂肪にどんどん変わってしまうことになるわけです。では逆に低い方、低 GI 値食品、黒酢であったり、食物繊維であったり、大豆製品であったり、そういった食べ物はですね、急激な血糖値の上昇をせずに緩やかに上がっていきますから、糖分がその脂肪に変わりにくくすることができる、スーパー食品なわけです。ですから、ダイエットに取り組む時にはぜひこの低 GI 値食品をやっぱり積極的に食べることが大事なわけですね。ただそうは言っても、例えばお付き合いでどうしても食べに行かないといけないとか、こうちょっとこうお呼ばれで出された食べ物、明らかに高 GI 値食品で、わあ太りそうだなっていう、こうがっつりカツ丼とかですね、パスタとか菓子パンとか、食べないといけないっていう時が、あったとしてですよ、そういった場面があった時に活躍するのはこの黒酢なんです。でこの黒酢がなぜいいかと言いますと、先ほどの低 GI 値食品ですから、血糖値の上昇をですね、緩やかにしてくれます。結果その脂肪に変わりにくくしてくれるわけですよね。でプラス、特に私たち女性には嬉しいこの美容アミノ酸といわれるその D アミノ酸が豊富、またミネラルもですね豊富なんです。で実は水分代謝、むくみにも効きますから、すっきりと、お体がなっていく、お手伝いもしてくれます。でこの黒酢のその取る時の注意点なんですけれども、1つ目、空腹時にそのままお体に入れないでくださいねということです。なぜかというと、その酸性の食品ですから、ものすごくその酸が強いので、お腹のこう空っぽな状態にいきなり入れると、胃がびっくりして傷んでしまいますから気をつけましょう。2つ目、飲むときは薄めて飲んでください。そのままこう原液で飲むとですね、胃が大変なことになりますから、これも同じお話ですね。で3つ目、飲んだ後はその口内を清潔に保ちましょうです。酸性が強い食品ですから、そのままにしておくとこの歯が溶けたりですね、歯がギシギシして気持ち悪いと思いますから、しっかりと、清潔に保ってくださいねということです。で私がですね使っていますのはこちら、玄米、純玄米の黒酢ですね。もちろん無添加です。もうこちらはもう原材料がですね、もう玄米 100% の米黒酢という種類になります。で他にもね、例えばこうワインビネガーであったり、リンゴ酢であったり、いろいろあるので、そういったお酢でももちろんいいんですけれども、ダイエット効果を考えるのでしたら、やはりこの黒酢がおすすめです。であとは、では一体1日にどれぐらい取ればいいのっていうその量なんですけれども、1日にですね、
15ml、約大さじ1杯程度でですね、もう十分なんです。そんなに多く取るものではないんですね。なので日頃、まあ、普段から召し上がっていらっしゃるあの食事にこういった黒酢を1日かけて大さじ1程度を上手に取ることで、たとえそれがその高GI値食品であったとしても、さっとこの黒酢をちょい足ししてあげることで、スーッと血糖値がですね、いきなり上昇せずに済んで、結果あなたはこう脂肪をこう溜め込みにくい体にこうなれますということなんです。さあいかがだったでしょうか。これはですね本当に簡単です。で、私はですねどうしているかと言いますと、あの納豆にこの黒酢をちょっとちょい足しして、あとはあの塩麹とかをですねちょっと入れてよく混ぜて食べるんですよ。美味しいです。もうすごく美味しいです。そのように、まあ、ちょっとお味噌汁にちょっと入れるとかですね、直接そのお肉であればこうちょっとかけて食べてみるとか、まあ、直接その高い、まあ、GI 食品にちょっとかけるのもいいですし、他の食材と一緒に混ぜて一緒に同時に食べるという形でも OK ですから、普段のあなたの食事にこの黒酢をあの取り入れてみてくださいね。そのことであなたはあの綺麗に健康に、しかも腸内環境も良くなって、どんどん痩せることができますよ。さあいかがだったでしょうか。あなたご自身と、そして周りの大切なご家族のためにぜひこのお話お役立てください。そして繰り返しご覧いただいて、あの腑に落とすまでですね見ていただきたいと思います。またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。